さん珍しいデッキ来た。まあスピカはいるっしょ。 HP あるね。3万2000か、いかついな。でダブルオールからスタート。さあ初手アンヒー。まあ、特殊系は一応カマリさんカッティングできますが、どうでしょうか。まあ、雷撃もね飛んでくるんで。さあ初手時点3手目ぐらいまではいいかな。 B さんハイサラかな、これは。あと相手がどう来るか、成り打ちもあるんで。ですよね。この場合どうしていくか。この HP はさすがに左下ハイサラはきついかな。まあ普通に打ってて B さんハイサラっすかね。さあヨシュパイ打って F の3、B の3で A の3から暴れてきたときはかまりがっちり置きたいかな。伊豆ソードさん、こんばんは。昨日見始めたときに、配信は、すいません、昨日はね、せっかく来ていただいたのに、ちょっと早々に終わっちゃいましたわ。今日はね、のんびり見ていってください。さあ、これ2枚返しくんのかな。 B さん、ハイサラで、これで一応3ターン生き延びると4800打点を出せるんだが、どうでしょうか。さあこのタイミングでスピカー、一応ねこれ蘇生もあるからね。スピカーはスピカーさんは蘇生、これ蘇生したいってことかな。そこに置いてきたっていうことは、まあ、コンボそんなに強くないもんね。よしはこれ蘇生したいっていう感じかな。マルドゥークとラファエルとスピカとビギナスかな。まあ一旦これやっとくっしょ。なるほど。嬉しいでしょ。まあダブコンだけどいけるっていう判断かな。さあメグユンナイス。火炎は全部入りましたね。さあカマリ置いといて、でとりあえずこれどうくんのかな。 DNH かな。こやつのコンボが4000。さあ火炎全部入りきったんですけど、打点出して取らせてアベル置いて最後ザーフィルっていう感じかな。ザーフィルカマリコンボ、まあこれダブコンなんでさすがに取ってくるんですけど、6000か。いやーこれ角じゃないな。これでいくか。アベル400400の裏表1600で表の回2400。アイセは耐えるはず。 OK。 カマリは一応仕事した。あとはこっちが、血足んねえかこれ。血が足りないんだったらザーフィルじゃなかったかもしれないですね。どうだろう。あぶね、ギリギリ。ただこれ飛ばせるかどうか。火炎効果アップないんでちょっと厳しいかな。よいしょ、オッケー。これはかなり活躍したっしょ、さすがに。さあかなり来たんですけど、おっと、さあお経入ってる。初手お経強いね。あーバシバシか。なるほど。右下 X 打ったらどうしてくんのかな。取ってくんのかな。
2枚返しして C の2打ってきて左上、なるほどね。理解しました。きついな。盤面は積むけどな、こっちの HP が持たないという話ですかね。もう 40% もこれ削られちゃうんで、まあ、盤面は完全に死んでいるんだが、宇野か、まあ、ちょっと来ると思ったけどな、まあ、その場合は C の6からもう一回組んでいきますか。まあ、これはこれでね、ダメマス踏むからね。丁寧にいきますか。あとダメマス1回踏めばっていう感じかな。相手が B の3か B の4、裏は強いな。あと2手か。ダメマス1回と、さあ回復される分にはもういいんですけど、あと2回だよね。いや 3? いや2回だよな。あと S5 枚1枚。さあ回復ごっちり飛ばせんのかなこれ。ダメマス踏めないっていう説がこれにわかにあるんで、ダメます、これ踏めねえなあ多分。いやーちょっと待って、右上 X くんな。おいー来ちゃったよーと思ったけど、逆にダメージ出てないからダメます踏めるわ。で右上 X かな。てかダブコンじゃないか。真剣勝負、フルフレナイス。ちょっとダメマス怖いんで、あと血もちょっと怖いんで、こちらでここに叩き込む。オッケー、普通でいっか。おお、コンボ使ってこない。まあ火炎を差しづらくしたっていう感じか。まあ、それか D の5から来るっていうことですかね。うん、 D の5攻めあるな。だよね、そういうことか。で、B の3が強いのかな。ちょっと待ってね。 B の 3S 駒だと結構取るしかないんですかね。 B の 3S 駒、かまり根格、うん、右上 X 取り、いや、わからんな。あー、それぐらいか。アベルスか、これとかどうかな。一応3枚もやし取るか。じゃあかまり根格かな。まあでもかまり打ちましょう。ゆずさんこんばんは。テュポン持ってないんですけど、代用キャラいますか。テュポンの代用はね、正直いないっすね。まあ、オフィンフィンが一番近いんですけど、ただオフィンフィンは1000円なんで、ちょっと役割が結構違います。受けきれるかなこれ。相手言ってもマデッキだからね。
さあ、どっからどういう風にコンボ使ってくるか、いろいろありますけど。おコンボ使ってこない。へぇ。コンボ使ってこないパターン？なんかむずいなぁ。フェリカ、まあそれダブコンなんだよな。まあさすがにダブコンやばいんで取るか。これカマリコンボ2回使えるんでね、まあ、特殊はカットできますし3枚大火か。熱いね。みっともなくあがくのはやめなさい。さあ火炎効果部ごっしり。裏の金3000の 1.13 倍でしょ。はるまる強いんすけど、あ音強いか。カットカット。あオッケーオッケー。これはかなりのあれですね、防御刺さりましたね。よしで血も全然潤沢にあると。立ちました。オッケー。みっともなくあがくのはやめなさい。よしよしよし。お酒自分はね飲まないんであれなんですが、さあ速攻流か。なるほど。ギルティアスカさんこんばんは。ユンユンとメグユン、冗談です。流血やりたいのですが、フルフレア進化に決心が。なるほど、つきませんと。フルフレな、流血やるんだったらでもフルフレは欲しいっすね。あしまった、これエッチだ普通に。ちょっと待ってX 行かないで普通にやっちゃったよ。それやばいんですが、しかもちゃんまろ来ちゃった。これかわしか、かわし打ってコンボ、かわし打ってコンボ食らってどっち来るかな。ダバちゃんさんこんばんは。ティポーンは単体でもそうですね、ダメージも与えられますし防御もいけるんで。さあ2枚返しか1枚返しか、まあ雰囲気は D の5かな。だよね。で貫通はまだ相手の方使っていない。まあここで、ガチコリと、カマリさん打っていくんですけど、貫通いるからね。グエリのコンボ 1.7 倍、 1.7 の 1.2 倍はいくつ。 2.04 だっけ。だよね。さあここでナルドナルドで使っていく。捕食量はチャージ溜まってない感じか。あ溜まってんのかな、溜まってるか。さあメグユンナイスー、メグユンナイスー。さあカマコン使っていく。結構血なくなったね、ガチか。カマコンで結構血なくなりましたわ。でどうくるか。一応これ A の5は、ダブコンになりますね。さあ1回チスパのんびりガチか。だる。フルフレー。これ誰が一番強いの、メグユンだよね。35の35アタック3535。いやいけるか、まあいけるか。まあカマコンの方が強いかな。カマコンの方があるか、火炎効果アップあるから強いか。こっち行くか。あ音がやばい。どういけるよね。オッケー、 S 連の所業、 S 連の所業ナイス。フルフレ打つありだけどね。まあフルフレ打つか、結局コンボインされるんで。テイレさん、こんばんは。さあ今のところ引きが相当強いんですけど、十字架欲しいね。なるほど、アビーか。一応カマリ打っとく。あやたかさんこんばんは。あやたか大好きです僕。あのお茶ね。さあ X かな、 X 来ない。ここは、がっちりこっちのコンボを、封印していく。さあここからだね、火炎はね、火炎の見せ所。まあチュポ打つか。ちょっと S3 連打しているんだが、まあ、次ベストは十字架だね。さあ今のところちょっと、おっとそこに来ましたか。
あ、いいね。ちょっとね、E のように置こうと思ったんですけど、ちょっとダメマスが展開されたんで。さあ、2枚大火炎。これは相手の方いけるかな、 B の2ね。あ、それでも来るか。まあ、来るしかないのかな。で、ダメマスあるんですけど、これ踏んじゃっていいかな。燃やします。これ防御張ればあのカジミリのコンボも防げるんで。で、裏表の火炎をしっかりと3枚分、ダベル勝ち込んでって、逆にね、あのダメージ食らってライフは伸ばしますわ。さあ、若干吸収されていくんだが、あ、遠いかな、意外と。どうだ、火炎もう一旦ありますからね、3枚分。まあザーフィリーでいけるっしょ。 OK、さあ、ダメマスをね、利用してライフは伸ばした。よし。おっと、暗黒ですか。さあ、アンチヒールはいないんですけど、一応極炎がいますよと。さあ、初手からオーラいるんだが。ザーフィル使いにくいっすね。で、貫通捕食もいるんで、どうかな。空打ち、これは激凛きそうですね。君の力、なるほど。僕に示してごらんなさい。次はまあカマリでいっかな。ロガテを来たらロガテを置きましょう。今だいたいトネリム来るんで。あ、そっちか。さらに強いの来た。さあ、アベルは強いんですけど、カマリ置いて、なんか置いて、アベル B の1かな今のところ。さあ、これで相手のちょっと捕食を抑えていくんだが、まあ王さんでかなりやばいよと。呪いは1000ダメぐらいか。そうですね、呪い1000ダメちょい。さあ、ドラゴンボイスやってく。メグユンか。いや、引き強えな。ちょっと引き強すぎてむずいんだよな、これ。メグユンのところはあのシンクっていうのもありっすね。で、次はアベル置いて、まあ大体これは勝ちかな。さあ、ドゥンラ置いてきてかっちりね、ここは守っていくんだが、ただコンボスキル使えるタイミングで相手の方あの捕食してこなかったんで、結構それでかいっすね。さあ、防御と極炎でがっちりガード。これは硬いね。ちょっと間方、これアベルの下いけるかな。いけるか。で、 B ゴマ。まあフルフレで飛ばせるかな、これ。火炎も効果上がってるし、いきましょう。ちょっと引き強かったね。相手も最速で、王を打ってきましたが、よいしょ。オッケー。俺の立ち筋を読むなんてやるな、お前。